田村討ち取ったり。県政芦名一心国取りの決戦であった。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。きとそこにおるあの忍び。君やぐらが今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、源一郎様も何かお考えがあるのだろうが。君やぐらの扉はちゃんと閉まっておるか。閉まっておるが、壁の穴はそのままにしておるぞ。ああ、こちらは心配いらぬだろう。穴は崖際じゃ、通えるものなどあるまいよ。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。面を上げよ。くさび丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を落とし我に仕えよ。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水のひょうたんだ。これで傷を癒してくれ。さて、そなたの体、その後大事はないか。その後とは？あの世のこと覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今はこの芦名の城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな、足の羽笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう。こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃと。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんのう。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。地の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出ていずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。いや、懐かしいと思うてな。さあ参ろう。行こう。ここを抜ければアシナの城外だ。久しいな巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私はすまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。足の剣なし。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。優しい顔の仏様はわしの彫ったもんじゃねえ。まことの仏師が彫られたものだ。人が己のうちにあるものと向き合う、そういった時に助けとなるだろう。己のうちにあるものとは、怒り、悲しみ、あるいは古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。お前さん、名は何という？その目、差し詰め、忍に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。何故俺はここにいる？ただ拾ったのよ。屍かどうかもわからぬものを野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見れば、その価値は十分にあろうというものじゃ。この左腕、俺に何をした？そいつは、忍び義手。石腕の狼には、おあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。人魚を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。人魚だと？そうか、このからくり。察しがいいな。人魚を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。うん。喋りすぎたな。いい気な。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ？わしも詳しいことなど知らん。ただ流飲、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。狼よ、我が血と共に生きてくれ。目覚めたようじゃな。因果よの。なかなかに死にきれぬようじゃ。おお、伊之助か。せがれよ、若様を見なかったかの。なんじゃ、黙ってしもうて。腹でも痛いかの。そなたは昔から腹を下しやすかったな。まあよい。せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。まことに息を吹き返したのですね。流雲の力、この目でしかと見ることになるとは。何者だ？エマと言います。猿お方に仕えるクス氏です。猿お方とは？すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水のひょうたん、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。このひょうたん、お主が作ったというのか？はい。元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、このひょうたんの薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは？ひょうたんの種をお持ちください。種だと？はい。薬水はひょうたんの種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水のかさが増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。ひょうたんの種とはこれか？はい。それをこちらに。種をひょうたんに植え付けます。よし、これで薬水のかさが増すでしょう。妙な薬だ。妙ですか？うん、悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。ひょうたんの種を見つけたならばまた持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。一つ頼みがあります。なんだ？少し顔を見せてください。何？うん。白いあざ、これは生まれつきですか？いや。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。もう良いか？ああ、十分です。無礼をしました。すみません。ではまた。手に入れた人具か？ああ。忍び騎手は牙じゃと言うたが、人具を仕込むことでその牙は形を変えることができるようになる。敵盾ならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ人具が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから、仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが人具を仕込んでやろう。わしが掘る仏はどうやったって怒り顔だ。業深いものはそうなる。お前さんもいつか掘ってみればわかるだろうさ。それで何か用か？見ぬ顔だな。そこもと、名は。名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは。そこもとよ。ぜひ、それがしと、立ち会ってもらおう。なぬはな。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしをかように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は何だ？死なず、あるいは虫つきと呼ぶ者もおるな。死ねぬので。ただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何よ。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ。それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために死ねぬ体ゆえ幾たびでも切られてやれるぞ。どうじゃ？承知した。よし。ではやろう。刀を振らば気も紛れるというもの。またくそこ。